バッソン・ピエール元帥の体験は、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタールによる短編小説。ゲーテがドイツ移民の談話に総話として収めたフランソワド、バッソン・ピエールの回想録の省略をホーフマン・スタールが本案した作品であり、1900年の秋にウィーンの週刊誌、D ・ z i イトに掲載された。劇作家としては多作であった作者の数少ない小説作品の一つ。 本記地名のバッソンピエール元水の体験は、前川道助や山川武平が用いた日本語題であり、この他にも数多くの役者に様々な題の下に日本語訳されてきた。舞台はペストが流行する近世のパリ。報道家として鳴らす、私こと、後のフランス元水バッソンピエールの若かりし、頃の物語である。厳しい冬の寒さを和らげる暖炉の明かりに照らされ、 私は若いシフトのどこか不吉さも伴う幻想的な行動を楽しんでいた。再会の約束を取り付けようとする私に対して女は日時と場所についてあれこれと条件をつけたものの結局は申し出を受け入れるのだった。女はもし自らが夫か私以外の男と関係を持つようなことがあればどのような無ごたらしい死を迎えても構わないとこぼす。 ふとしたことから女の夫に興味を抱いた私は夫婦の家を盗み見る。私の勝手な想像を裏切り、夫はどこか気品を漂わせる美女部であった。夫が自身の指や爪に注意深く視線を落とす振る舞いは、かつて王の命によりブロワ城に遊兵され、私自身もその監視を務めたことがあるとある基人を連想させた。二人の男の共通点は、 観察を続けるほどに、私の中でより色濃く意識されていく。その翌日、私は、ペストによる死者が出た部屋では消毒のために藁を燃やす、こと、ペストの感染の証拠は爪に現れることなどを耳に、する。女との約束通りに、彼女のおばの家の一室へと赴いた、私は、自らのノックに帰ってきた男の恋に狼狽して一度は、ここを離れたものの、その窓から覗く。 炎のような明かりの瞬きに、先の王星の記憶を強く引き出され、女を我が手に取り戻さんとあらぶって、部屋に飛び込む。ところが、窓から覗いていた明かりは、ベッドの藁が燃やされて出た炎によるものであり、部屋の中にいたのは、この作業に従事する男らと、机の上に横たえられた二つの裸の死体であった。後に、私は、女の身元を調査しようとするのだが、 わずかな手がかりさえ得ることができなかった。ドイツの文学第十二巻の山川武平の注釈によれば、物語の正確な時代は1606年であり、これに従うなら1579年生まれのバッソンピエールは27歳前後ということになる。物語の筆致は暗示的であり、この二つの死体についても、女やその夫のものであったのか否かは明かされることがなく、 多様な解釈が成立しうる。ホーフマンスタールの短編小説について、神話的な世界と死の問題 P33 岩田里史1981。ありがとうございます。